どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビシューティングラウンジオプティマイズ。置かれた銃で好きな時にゾンビを召喚して戦えるシューティングゲームワールドです。まずワールドに入ったら、目の前のラウンジにて武器を取りましょう。武器はハンドガンで2種類のタイプがあります。一つは従来のリロード方式となっており、マガジンを入れて撃つタイプとなっています。弾は10発で、その都度リロードする必要があります。メニューボタンを押すことでマガジンを取り出し、それをユーズすることで弾を込められます。もう一つはリロード不要のタイプとなっており、弾が続く限り無限に撃つことができます。またラウンジの外にはダミーゾンビを出現させることができて、銃の試射などができます。ここのゾンビは当てる箇所によりますが非常に硬く、普通に撃っても倒すのに時間がかかります。狙うべきは頭部と手足です。ここが一番早くゾンビを倒すことができます。準備ができたらスポーンターゲットを押すことでゾンビを出現させることができます。ゾンビはスポーンターゲットを押すことでいくらでも出現させることができます。大量のゾンビと戦いたい方はぜひ連打してみましょう。ただし処理落ちに注意です。このワールドはライフが存在しており、ゾンビに噛まれるとダメージを受けます。ライフが少なくなると視界が赤くなり、ゼロになると倒されてしまいます。回復はリスポーン地点の近くのショップで行うことができます。制限がないので安心ですね。回復アイテムの下は弾薬箱が出てきます。こちらも特に制限がないので好きなだけ取りましょう。こんな感じに好きな時にゾンビと戦うことができるようになっています。その他の要素としてミラーが特殊な手段で表示させることができたり、ちょっとした防衛戦を行えるエリアもあったりします。自身のアバターに判定コライダーを仕込んでいれば自分の好きな武器で戦うこともできたりします。テスト的なミミックも置いてあるので、まだまだ今後のアップデートで何か追加されるかも。そんな感じで自由にゾンビと戦えるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。